前だと思ってたのにさ。はい、終わりました。でも早くない？終わった。1番ですか？イエーイ、ありがとう。今ね、ちょっと当たり用のやつも作っていこうと思います。コメントもね、入れたり絵描いてもいいんだよね。あ、でも、交換。さつまいもって葉っぱついてたっけ？あ、葉っぱじゃない？それね。ああ。あの、土から土から抜いた状態だったら根っことくっつくけど。こんな感じね。そっか。向こうだよ。でも芋だけだったら何かいけるんだけど。これで分かってくれたらすごい。逆にこっちの方が分かんなくない？何これ？芋虫ですか？芋虫ですか？いや、芋虫は何？南高屋。南高屋。トイトさん、どうですか？青リンゴ持ってると思って。美味しかったですか？美味しかったです。みんなであの TikTok 載ってるんで、ね、僕が持ってあれも美味しかったかな。撮影で、ね、使ったんですけども、の、ね、この後ね、メンバーがいろいろフルーツを食べさせてもらって美味しかったっすね。これあるわ。あ、お疲れ様です。よ、軽いな。よ、そこで練習すんのかい？これも一回練習する。触んなって。お風呂長くなるかい？俺がそんなの。青りんご。決めてやる。よくね、片隅からごと止めてる。進むぞ、これ。いいね。センスあるわ。やろう。いいかも。どやねん、どやねん。もうちょい伸びたらいい感じになりますよ。あれだよね、シックス始まった時の方が可愛かったね。やめて。今もう何、中身が可愛くなるの。言えたの、言えたの。あれ、これどうやって反転するの？反転。ああ、はい、というわけで今リクのやつ取っていきます。どうすか、しがりくさん。黙々とやってますけど、無視っすか？無視。あ、でもそれほど集中してるってことなんで。そうですね、あれですね、リクのサインですね、めっちゃカラフルで可愛いです。多分女子受け抜群っす。抜群。見てこれ、なんか最高じゃない？ミスネーカー俺の画面で見てこれ、めっちゃ可愛い。黒とね、赤のパッドってことで、ブン、裏もあって表もあって、はい、あ、ちょっといろんな意味を込めたね。はい、素晴らしい当たりだと思う。はい、シガさん、はい、もう顔大丈夫？絶対持った方がいい。あ、おいおい、もう一回やろう、今の大丈夫？大丈夫ってやったら今さ、こう画面がうーって上がってるね。俺が上げた。違う、俺がこうね、こうね、こうやってリクの魔法って、なんなのこいつら向いたんだよね。さすが、さすが、さすがリクがいいから滑ってほしいから。さすがね、やっぱカメラにも心があるということだよね。入りますか？ねえ、ねえてなわけですね。カメラが、思いがあるとなるだったら、あなたは映さない。
なんだって。こっち向け。俺の方向いてきたんで勝手に。こっち向きなさい、カメラ君。違うだろ。こうだろお前ら。追尾失敗したんだけど。嫌がってる。嫌がってる。俺のこと探してるって。ちょっと俺映してくれよ。遠いと。大丈夫。大丈夫。何が大丈夫だ。レッスン最近ね、このなんていうマスクこれ。不織布。不織布。マスクでやってるんでね。結構きついね。汗が。そう、歌ってるともうマスクの中に熱気がすごくてすごくてやばいやばいけど楽しいよね。楽しかった楽しかった。見て俺のシャツめっちゃあのね白い肉しか見てない。何そっちなの。こいつ絶対意識あるやろ。こっちにしか見てない。俺全然映さん。なんで